トヨタ自動車、トヨタグループ大発工業、大発工業株式会社は、主に軽自動車、及び送配器量 1000cc 以下の小型車を主力とする、日本の自動車メーカーである。本社所在地は、大阪府池田市大発町。トヨタグループ16社のうちの1社で、日野自動車などとともに、トヨタ自動車の完全子会社である。現在のコーポレーションスローガンは、 ライトユーアップらしく、共に軽やかに。現在量産車を手掛ける日本のメーカーとしては最も古い歴史を持ち、初の国産エンジンを開発する目的で、大阪高等工業学校の研究者を中心に、1907年に発動機製造株式会社として創立された。ブランド名、社名は創業後、社名に、 発動機を関する後発メーカーがいくつも出現し、すでに出回っている。発動機製造の発動機をどこで作った、発動機か認識するため顧客の方で、大阪の発動機と区別予備し、やがて詰めて、ダイハツと略称したことに由来する。親会社であり、トヨタグループの中核企業である、トヨタ自動車は、三井グループに属しているが、ダイハツ工業は、 三和グループに属しサミズ会、緑会に加盟している。エンブレムは以前は大阪城のイラストを模したものを使用していた。またこれとは別で、店舗看板やテレビ番組協賛の提供クレジット用に、大発に楕円形の囲みをしたロゴもあった。現在の D を模したマークは1966年に登場し、数回の修正を経ながら現在まで使用され、続けている。 1998年まで車大にエンブレムが搭載されることは少なかったが、同年2月のロゴリニューアルに伴い多用されるようになった。ダイハツミゼット DSA。1950年代後半に流星を極めた、K、KO と三輪。大発ダイハツコンパーノベルリーナ設立年の1907年、日本で最初の国産エンジンである、6バーリ吸入ガス発動機を発明。 その当初は、工場等の低地動力用として用いられる、ガス燃料の内燃機関や鉄道車両用機器の製造を手掛けていた。1919年に純国産エンジンで、軍用自動車を試作し、1930年には、自社製小型4サイクル空冷気筒搭載ドバルブの、ガソリンエンジンを搭載した試作型オート3輪、ダイハツ工波型の開発で、 本格的に自動車業界に参入。創立50周年となる1957年にミゼットで国内や東南アジアで大ヒットを記録し、1972年まで東洋工業とともに大都三輪業界の派遣を争った。1951年に大阪発動機から現在のダイハツ工業へと社名を変更した。 四輪市場には1963年のコンパーノから参入。しかし当時四輪車への新規参入には通産省が難色を示していたためスムーズな参入ができなかった。また堅実な社風であったため派手にアピールする手法も取らず地味な印象となりすでに評価を得ている先行メーカーに割って入って新規顧客を獲得するのは容易ではなかった。 同じ頃自動車業界は再編の波が吹き荒れており、ダイハツにも三和銀行によってトヨタ自販、トヨタ事故との提携話が持ち出され、1967年11月に両社は業務提携に至った。この時の提携は同時期にトヨタ参加入りした日野に比べると対等な関係で、それぞれの経営に自主性を持って運営していくと声明文が出された。 またこの翌年大発自動車販売株式会社が設立されている。1966年までは鉄道車両用の原動機、変速機及び駆動装置も製造していた。トヨタとの提携後はパブリカをベースとしたコンソルテ、トヨタカローラをベースとしたシャルマンを生産し、四輪生産のノウハウとブランド力を蓄積していった。 1977年には満を持たして、大発独自開発のコンパクトカーであるシャレードを導入。それまで、振動の問題などから、国内外のメーカーから敬遠されていた4ストローク、直列3気筒ガソリンエンジンを採用し、軽自動車程度の価格に見合わぬ高い燃費、動力性能で、カーオブザイヤーを受賞。大発の4輪車は、名実ともに大躍進を遂げた。 1980年になると、現在まで続く、軽自動車のミラシリーズが登場。ここにあると要する鈴木との軽自動車戦争が勃発した。1981年に、ダイハツ自動車販売は、ダイハツ工業と合併。1995年には、同じトヨタ傘下の日野自動車と、商品相互供給に関する基本契約の締結を、発表。 以降現在まで部品の取引を行っている。1998年にはトヨタが株式を51.2%取得し、トヨタの連結市会社となった。1995年登場のムーブシリーズ、2003年登場のタントシリーズなどが大ヒットを記録したことで、2006年度には軽自動車総販売台数で30年以上連続1位であった。 鈴木の画像を崩し、ついにダイハツがトップに立った。その後2017年まで11年間連続で首位の座を守り続けている。また軽トラック市場もハイゼットなどを主力に鈴木とシェアトップを奪い合っている。2009年からは軽自動車生産から撤退したスバルにも軽自動車、軽福祉車の OEM 供給を開始。 2016年度の国内販売台数は57万台だが、これに加えて、トヨタスバルへの OEM 供給、受託生産が25.5万台あり、軽自動車メーカーとしてのみならずトヨタグループの重要な生産拠点としての役割も大きい。2016年にトヨタがダイハツの株式を100%取得し、完全子会社となった。これ以降ダイハツはトヨタグループにおいて、 軽自動車を含む小型車部門としての立場を明確に、し、新興国向け戦略の一翼を担うことになる。B ピラーレスにより乗降性を向上させた、タントムーブカスタムコペンローブロッキー低価格、高機能、安全性を同時実現することの難しい、小型車生産の分野に特化しており、長らくトヨタから、小型車、小型エンジンの開発、 生産、OEM 供給を委託されてきた。デュエット、およびキャミ、スパーキー、パッソ、パッソセッテ、二代目 BB、ラッシュ、ルーミー、タンク、ライズといった車種のほかヤリスなどに搭載された 1KRFE 型エンジン、初代後期型プロボックスなどに搭載された 1NRFE 型エンジンは、その代表である。開発思想は、親会社のトヨタに近く、 癖のない車が多い。オーソドックスな軽セダンだが、経済性とコストパフォーマンスに優れたミライースや、居住空間や乗降性に優れた、タント、及びムーブは、その代表である。これらをベースにした、福祉車両や軽トラックも評価が高く、軽福祉車両市場において、ダイハツが50%を占めるに至っている。一方で、技術的な分野では、親会社のトヨタと、 稲独自のものが多い。代表的なものとしては、ハイブリッドではなく、内燃機関シャーシの改良によって、低燃費を実現する、イーステクノロジーが挙げられる。エンジンは90年代後半から採用され始めた、トッパーズと名付けられたシリーズで、低圧縮比による、低燃費だけでなく、独自の触媒早期活性化システムと、インテリジェント触媒により、 貴金属の使用量を大幅に削減しながら、長期使用でも安定した低排出ガスを実現している。同様にトヨタが D-4K の直噴技術を発展させているのに対し、ダイハツはポート噴射にこだわる姿勢を見せており、1KR エンジンには直噴と同じ効果をポート噴射で低コストで実現している。 衝突被害軽減ブレーキなどの運転支援システムに関してもトヨタに頼らずスマートアシストと呼ばれる技術を独自に開発している。さらにはトランスミッションについてもトヨタが子会社のアイシンオータム・ウィンターと共同開発しているのに対しダイハツは内政に徹している。2019年にはトヨタアイシンが発信用にギアを装着した CVT を開発する一方 ダイハツはギアを高速側に採用し動力分割機構も搭載した DCVT を発表している。プラットフォームではトヨタの新世代コモンアーキテクチャー戦略トゥンガに準じた独自開発の新世代プラットフォームドンガの開発を行っており2019年7月には4代目タントに先行採用された。ハイブリッド車についてはかつて ハイゼットに導入していたが、効果や燃費などを理由とした、販売不振のためトヨタからの OEM 供給を、除き HV の開発から一時全面撤退していた。当時のミライースの当時の広報でも、HV、EV は、万人の手に届くものではない。エコカーは、みんなが買えなければ意味がないといった旨の文が、掲載されていたほか、他社で導入されている、マイルドハイブリッドすら、 全く導入しないほどハイブリッド車の開発に否定的な姿勢を見せていた。しかしその後、日本政府が来るべき地球全体のカーボンニュートラル化を前提に2035年までを目途に国内の新車販売からガソリン車、ディーゼル車などといった100%内燃機関だけで走る自動車を排除する方針を発表したため、 ハイブリッドの開発拒否の姿勢を断念せざるを得なくなり2021年1月21日に10年ぶりにハイブリッド車の開発に再参入することが発表された以前は逆にモーター駆動の開発に熱心で電気自動車の開発を1965年に始めていた1966年に早くもコンパーノ版をベースとした EV 試作車を 発表、1968年には、ハイゼット版をベースとしたハイゼット EV の販売を開始、以後電動ゴルフカートや DBC-1、ハロー、ラガー EV など様々な車種を発表、販売している。行動走行可能な EV で2000台近く、遊園地などの校内専用車種を含めると8000台を超える販売実績がある。2005年には、 啓発となるハイブリッドのハイゼットカーゴを発売したり、2012年にはハイゼット EV の実証実験者が発表されている。なお将来的にゼロエミッション法の世界的広がりにより販売が必須となることが予想される EV に関しても、トヨタには頼らないとしていた。ディーゼルエンジン開発にも早くから取り組み、特に小型ディーゼルエンジン技術で実績を残している。 1960年代初頭に小型トラック用としてはクラス初のディーゼルエンジンを採用すると1983年にはシャレードで当時世界最小排気量となる1リッター3気筒の常用ディーゼルエンジンを開発これが1リッター3 6 5 4トルという驚異の燃費で世界記録を樹立しギネスブックにも記載された 2003年の東京モーターショーでも 660cc の2ストロークディーゼルエンジンが出展されたが、こちらは市販化には至っていない。過去には、船舶用の低速大型ディーゼル機関も生産しており、太平洋戦争後の1950年代以降は、国鉄のディーゼル機関車、機動車向けディーゼル機関生産に、先発の新潟鉄工所、 新構造機と共に携わった。これら船舶用ディーゼルエンジンは1966年に分社された系列のダイハツディーゼルに移管されたがランドクルーザープラドなど自動車のディーゼルエンジンの受託生産は今もダイハツ工業が行っている。1970年代に鈴木に4ストロークエンジンを供給していたことがある。当時の ハイガス規制に対応できず困っていた鈴木はトヨタを頼り、トヨタは系列会社となっていたダイハツに AB 型エンジンの供給を要請、これが実現した。同様に車レードに搭載され高い評価を受けていた3、気筒 CB エンジンを1982年から93年までイタリアのイノチェンティミニ社に供給していた。 日本で初めて水平対向エンジンの乗用車を作ったメーカーでもある。1951年発売の三輪車の B がそれで、駆動形式は RR、リアサスペンションは独立喧嘩式という当時としては先進的なものだった。この多形自動車に四輪独立喧嘩を積極的に導入したり、660cc の4、気筒エンジンである JB エンジン、 軽自動車唯一の 4WS を採用した L220S 型ミラ、対国内ラリー特化型兵器、ストーリア X4 を開発したりするなど、現在の堅実な車作りとは裏腹に挑戦的な、機構、パッケージングの自動車を売っていた頃もあった。近年は、軽の GT カーとも呼べるソニカや、過失の広さより乗り心地を重視した FF の商用車。 ハイゼットキャディーなど新たなジャンルの開拓も、試みているが、いずれも続かず失敗に終わっている。その機械加工能力の水準を変われ、1920年代以来、国鉄との関わりも深く、鉄道向け機器としては、蒸気機関車用の給水加熱器や、自動給炭機、客車室内の引き戸用ドアチェック、通勤電車の自動ドア向けドアエンジンなどを製造した。 このため、鉄道用空気ブレーキ装置の大手メーカーである、日本エアーブレーキの設立にも関わっている。他のメーカーの車種で広く採用されている、ドアミラーウインカーについては、ダイハツも、一時期多くの車種に導入していたが、現在は、カスタム系など一部車種のみの導入に止め、大半の車種で、サイドターンランプを採用している。これは、 軽自動車の車種で部品を共通化させて、コストを縮減させるためや、ドアミラーが破損した時の修理費用が高くなることを、防ぐためである。シャレードのラリーカーブーンのラリーカーミゼット2カー号を、ベースに、電気自動車に改造した、e、EV レーシングカーダイハツ P-51965 年に、コンパーのスパイダーで地方のレースに参加したのが、ダイハツのモータースポーツデビューとなる。 この時 P-1、P-2 と異なる仕様のコンパーノが同時期に登場していた。1966年にダイハツはコンパーノベルリーナの1.0リッターエンジンを1.3リッター DOHC16 バルブ化した R92A 型エンジンをプロトタイプレーシングカーの P-3 に搭載して第3回日本グランプリにデビュー。 ライバルのロータスエリートとアバルトシムカを破って GEP-I クラスで優勝を収めた。この P-3 は P コちゃんという愛称で親しまれた。翌年の第4回では同クラスに風洞実験で開発した FRP ボディミッドシップエンジンの P-5 を2台投入。しかしメカニカルトラブルで予選を走れず決勝に進むことができなかった。 第5回では P-5 の四大体制を敷き、総合10位で、クラス優勝を再び取り戻した。続く、鈴鹿 1000km では、トヨタ7と、ポルシェ906に次ぐ総合3位フィニッシュを果たしている。1969年の第6回に向けてもフェロー7を公開していたものの、結局参戦せず、6月の富士 1000km を最後に、チームは解散。 ダイハツはサーキットの大舞台から姿を消した。なお、トヨタ7の開発にはダイハツの風洞施設が用いられているほか、幻の5.0リッターターボの開発にもダイハツが参加していた。世界ラリー選手権には1979年からシャレードでラリーモンテカルロにスポット参戦し、1981年にクラス優勝を挙げた。 1984年からは、サファリラリーに参戦。シャレードは、多数のクラス優勝をする活躍を見せ、1993年には、排気量で1リットル上回るグループ A マシンを抑え、総合1から4位のトヨタセリカに次ぐ5位から7位を、占めて、ダイハツの WRC 挑戦は幕を下ろした。またシャレードを、グループ B 化し、 最高クラスに参戦する計画もあり、コンセプトモデルの 926R も発表していた。ものの、突然のグループ B 消滅により立ち消えとなっている。国内では、ラリーダートトライアルで活躍。全日本ラリー選手権では1984年に、シャレードで初めて、クラスタイトルを獲得した。1990年代には、ミラノ 4WD ターボ仕様である。 trxxx4r を投入し、アルトワークスやビビオと激しく争い、全日本ラリーで3度クラスタイトルを獲得。1998年に、ストーリア X4 が登場すると、黄金時代を迎え、全日本ラリー選手権、全日本ダートトライアル選手権の両方で2000年から2005年まで、クラスタイトルを連覇した。ストーリア X4 は、後継者の、 ブーン X4 が登場した後も10年規制で禁止されるまでの2014年まで参戦し続け2012から2014年に異なったドライバーたちで JN1 クラスを3連覇した後継のブーン X4 も2006年に JN2 クラスでタイトルを獲得し2008年の WRC にスポット参戦し N1 クラス優勝もしている なお、ブーンは 1300cc モデルのみ、FIA 公認車両で、JAF 登録車両の X4 は、日本国内競技でのみ有効であったため、FIA 主催の国際イベントには参戦不可だった、ことから、FF の 1300cc モデルに輸出用 MT を組み、登録車名も海外イメージリオン、ブーンとして出場している。このように国内外のモータースポーツに、 積極的に参戦してきたダイハツであったが、2008年のリーマンショックによる影響を受け、2009年1月13日に昨今の自動車業界を取り巻く、経済状況の厳しい状況を及び、深刻化する若年層の車離れなどを理由に、モータースポーツ活動からの撤退と DRS の解散、関連会社、DCCS が主催するジムカーナ協議会。 ダイハツチャレンジカップの終了を発表した。以降はメーカーワークスとしてのモータースポーツ活動は行っていないが、スポーツカスタマイズブランドとして d スポーツが存在する。これは大阪市福島区の独立系自動車部品商社である spk 株式会社の一部門で d スポーツ事業は東京営業所が担当している。spk 株式会社は ダイハツ工業と直接の資本関係はないが、かつてダイハツのワークス活動を率いた DRS の名を冠する競技向けパーツの販売も行っている。ダイハツが東京オートサロンに出店する際には、毎年ダイハツ工業のブースで車両、商品展示を行うなど深い関係を持っており、全ダイハツディーラーでも唯一商品の取り扱いがある。また、 DRS の母体であった DCCS は株式会社 DCCS として長野県佐久市に現存する JR 新大阪駅在来線コンコース内展示スペースオート三輪業界でもいち早く太平洋戦争直後の1940年代末期から大量生産システムの本格導入に取り組むとともに日本全国へのディーラー網整備を早期に完了し 小型商用車市場に地方築いた存在である。自動車業界では、テレビコマーシャルの活用の先駆的存在でもあった。1957年に発売した KO と三輪ミゼットは、小型軽便な実用性と、廉価さを武器に、街のヘリコプターのキャッチフレーズで売り出されたが、愛前後して大発は、大阪の大阪テレビ放送で制作され百五十八年から、 放送されて高い視聴率を誇った、喜劇テレビドラマ、やりくりアパートのスポンサーとなり、ミゼットの売り込みをかけた。番組の最後には主演のコメディアン大村コーン、笹十郎らが、実写のミゼットを横に、コミカルなギャグ混じりに、ミゼット、と社名を連呼する、インパクトたっぷりの生コマーシャルが放送され、ミゼットは、この CM 効果も手伝って、当時の大ヒット作となっている。 地元である JR 新大阪駅の在来線コンコース及び和歌山駅には常設のダイハツ社の展示スペースがあり新型モデルが時折入れ替わりをしながら一台展示されているインドネシアではアストラインターナショナルとの合弁でアストラダイハツモーターを設立ダイハツ社の販売とジャカルタスンター工場にてダイハツ及びトヨタブランド社の製造を行っている スンター工場は2010年度には生産能力を年30万台に引き上げた。マレーシアでは1993年に現地資本との合弁でマレーシア第2のメーカーのプロデュアを設立。2006年には第一のマレーシアの自動車メーカープロトンと親会社のトヨタを抜いてマレーシア市場採用手に躍り出ている。1995年には マレーシア政府がゼブラを国民車に指定した。また、インドネシアでもトヨタとの姉妹車販売により、ホンダと2位争いを展開している。一方、その他の地域においては、販売不振による撤退が目立つ。1989年には当時、小型車市場が拡張の傾向にあったアメリカ市場への参入を1959年のトライモービルの 現地への800台限定投入以来30年ぶりに試みたが親会社のトヨタの知名度が強すぎたせいか米国内でのダイハツの知名度が低くディラー網の整備に手こずったことなどから売れ行きが伸びなかったため1992年をもって撤退したまた2006年3月には韓国車との競合などでやはり不信を極めていた オーストラリア市場からの撤退を2007年11月にはベトナムの現地合弁会社ベトインド大発の生産及び同国市場からの撤退を発表しているさらに2011年1月にはヨーロッパ市場からの撤退も発表した中華人民共和国ではこれまでシャレードやテリオスなど大発の車種が現地生産されていたものの ダイハツブランドでの販売は行われていなかった。2007年、第一汽車市会社の一機キ,キツリンギ社との合弁で、セニアの生産、販売を行い、ダイハツブランドの展開を開始したが、知名度不足から販売が低迷したため2009年には、早くも展開を断念し、同年中に一機ブランドへ変更することを発表した。しかしながら、双方のメンツを重んじ、対外的には、 技術援助契約の枠組みの変更という表現が取られている。主な要因は既存の基地機ブランドは小型商用車を主に販売し乗用車を拡販するための日本国内のウハウ移転が定着しなかったこと投入したセニアはもともとインドネシア市場用に開発された車両でありモータリゼーションでは先を進んでいた中国市場の ユーザーの思考に適合しなかったこと。コスト抑制のため、中国国内での部品調達を試み、調達部門を先頭に、現地メーカーの指導がなされたが、目標とする品質を達成することができず、基地機側にも改善の意欲がなく、ダイハツブランドを名乗り続けることが困難との判断が、なされたことと考えられている。トヨタの完全子会社となった後は、 トヨタと合同で仮想カンパニー、新興国小型車カンパニーを設立、トヨタグループの先兵として、アジア展開の強化に努めることとなる。2021年3月現在1988年4月、女子陸上競技部として誕生した。初代監督は、鈴木つぐみち。2004年から林誠治に代わり2021年、現在の監督は、山中美和子。 カテゴリー、大発陸上競技部の人物も参照。総部以来、藤村信子、浅利純子、小川由美吉田光代岩井宮子、西村美由紀山中美和子、大越和江、中里レミ、坂井田あゆみ、木崎良子、吉本光細田愛などが選手として所属していた。2021年現在の所属選手は、前田彩やと、九馬優、九馬萌え。 大森夏季、松田水星、加世田理科など14名ほどとなっている。日本テレビ系列 TBS 系列富士テレビ、系列テレビ朝日系列テレビ、東京大阪テレビ放送朝日放送、日本放送文化放送制作、NRN 企画ネット番組文化放送制作、NRN 番組は現在も継続中だが2021年現在は降板している。 1971年11月、大発を欠勤して、沖縄編環境提訴しのデモに参加した、組立コイン X が、狂気準備集合等の権威で、現行犯逮捕、拘留された。その後1ヶ月後 X は工場に復帰するが、その間に行われた、配置転換で X は、余剰人として扱われており、X はこれを無視して就労。 事情聴取のための労務課の呼び出しも無視し続けたため、大発側は自宅謹慎をめずるが、これも無視して出勤した X は警備員ともみ合いになった。その後も X は立ち入りを試みるとともに、会社前でのビラ配りや工場ゲリラと称する17人を率いて警備員ともみ合うなどし、大発はついに X を解雇するに至った。 X はこれを不服として裁判所に提訴、一審、二審で訴えを認められたものの、最高裁判所は、X の訴えを棄却した。同社が、フレックスタイム制を適用した、社員約1000人に対して、サービス残業を行わせていたとして、淀川労働基準監督署から、是正勧告を受けていたことが、2009年4月2日に判明した。同社は、 フレックス性適用の社員について、社内のパソコンが、社内ネットワーク接続している時間を、労働時間として計算していたが、道路基所の調査によって、接続を切断した後も、業務を続けていた社員が、複数にわたって存在していたことが確認された。これを受け同社は、該当社員に対し、未払いの時間外労働手当、約5000万円を支払った。 2009年10月10日、滋賀工場で、粉塵爆発による火災が発生し1人、死亡、2人負傷。2019年3月14日、中津工場で、第一塗装工場で火災が発生し1人負傷。ありがとうございます。